はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017やっていきたいと思います。今日はですね、先日白もしくは銅から金になる選手を紹介させていただいたんですけど、そちらのですね、スカウト確定組み合わせのエムレ・チョラク選手の確定組み合わせ紹介していきたいなと思います。で、白銅から金の動画まだ見てないって人はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちら見ていただいてからの方が話スムーズかと思いますので、ぜひチェックをお願いいたします。はい、ということで、はい、エムレ・チョラク選手の確定スカウト紹介していこうと思うんですけど、まずですね、能力値改めて見ていきます。はい、で、総合値今がですね、銅玉の73なんですけど、こちらがですね80まで一気に上がります。で、能力値としてはこんな感じになります。結構強くなるなっていうところで、ボールコントロール、ドリブル、瞬発力、ボディバランス、そのあたり全部80超えで、75円、まあ80近い数値もかなりあるので、全体的に能力値上がるんじゃないかなと思います。はい、で、早速スカウト確定組み合わせ紹介していこうと思うんですけど、今回もですね、元久さん、ヤンツェさん、ピンクパンサーさんに、いろいろとご協力いただきました。本当にありがとうございます。はい、で、今回ですね、5種類スカウト確定組み合わせ持ってきました。はい、でまずはですね、最後の一つ以外は所属チーム GA ブルーホワイトが確実に必要になっちゃうんですけど、GA ブルーホワイト使わないパターンも持ってきましたので5種類紹介させていただきます。まずですね、パターン A は GA ブルーホワイトに、2つで確定で、国籍トルコもしくはアジアオセアニア、これで確定になります。はい、なので、もしですね、トルコはオークションでしか手に入らないですけど、アジアオセアニアとかは、確か試合後落ちますよね。試合後落ちたりもすると思うので、もし持ってる人はこちらで2つで狙っていただければいいかなと思います。あとですね、パターン B も2つで確定で、 GA ブルーホワイトにオフェンシブミッドフィルダーもしくは左足、これでも確定になります。で、ただしこちらの場合はですね、必ず星3未満にしていただくようにお願いします。 星2以下ですね、星3未満、星2以下でお願いいたします。でないとですね、銀の違う選手引っかかってきてしまうので、星2以下でお願いいたします。はい、でこちらが2つ目です。でこちらはですね、 GA ブルーホワイト最低に入れば OMF とか左足の星2って結構試合後に落ちたりすると思うので、全然狙える範囲かなと思っております。はい、で3パターン C は、GA ブルーホワイトにオフェンシブミッドフィルダー、こちらはですね、星3のでもいけるように、もし星3のオフェンシブミッドフィルダーしかなかったら B で確定できないので、C はオフェンシブミッドフィルダーに瞬発力、この場合は星3以上でも OK なので、星は気にせずにオフェンシブミッドフィルダープラス瞬発力で、やっていただくのも一つになります。はい、で、パターン D はですね、ちょっと趣向を変えて、GA ブルーホワイトにスピードで、25から29、これもですね、星2にする必要、星2以下にしていただく必要あるので、星2以下で揃えていただければ確定になります。はい、で、最後はですね、なんと GA ブルーホワイト使わないパターンで、所属リーグスペインに、ポジションがオフェンシブミッドフィルダーで、最後、国籍地域アジアオセアニア、なんとこれで確定になります。これ意外なんですけど、これで確定になるというのがですね、ヤンツェさんから教えていただいたので、もしですね、試合後のスカウトとかでこのあたり揃ってる方いらっしゃいましたら、ぜひ狙っていただければいいかなと思っております。はい、という感じで、今回確定スカウト5種類紹介させていただきました。ぜひですね、本当に強くなるので2017のうちにゲットしていただければいいかなと思っております。はい、ということで今回動画は以上で終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。